皆さん、こんにちは、こんばんは、クールチャンネルです。マリオメーカー、今日も遊んでいきたいと思います。タックマンメガネさんのコース、いいねランキングから、ボロボロ吊り橋でアスレチック、クリア率 4.44% で、ブシとクリアタイム42秒。なんか、クリアタイムも、クリア率も4が多くて、不吉ですよ。くるくるくるさんがクリアして、このパーセンテージ変えてやりましょう。まあ、もちろん目指すは一発クリアなんだけど、さすがにちょっと無理かな。お、左上に、我らがトラウマ界の青狩りがある。これ多分どっかの橋は落ちるんじゃないの。そういうギミックだと思うんだよね。ほらやっぱり、あ、でもちゃんと下に地面はあった。その辺優しいな。やっぱりタックマン言いにくいんだよね。タックマンメガネって実は発音が、うん、そういうことにしておいて。あー、タックマンメガネさんのことはバカにしたら落ちてしまった。畜生め。よし、今度は無事に突破できたぞ。中間ポイント早いね。ここはどこが落ちるかな。ハテナブロックのあるところは落ちないでほしい。ファイヤーもありよ。意外だ、こんな優しい仕掛けが、仕掛けじゃないか、アイテムが余ってくれているとは思わなかった。そろそろね、とんでもないところが落ちるんじゃないの。花ちゃんに乗って落ちないように。これ落ちそう。あ、落ちないかーい。かなり想定が今のは絶対落ちると思ってた。ピョンスピョンスで早めに飛んでいこう。ピョンスってなんだっけ。ピョンスピョンス。上もハンマーブロスとか嫌ですね。気をつけて。これは多分大丈夫。ほい。オッケー。今度の入りは一発で飛んでこられたぞ。二つ目の中間、ありがとうございます。やっぱりね、中間ポイントがあるコースっていうのは神ですよ。三つとも落ちるんかーい。うまいタイミングで来られたけど、ここも全部落ちたりするんじゃないの。ボロボロ吊り橋、ついに老朽化が進みすぎてやばいんじゃないの。これでゴール。はぁ、あ、早くね、国土交通省から修理代もらって直した方がいいですよ。この橋、渡るべからず、真ん中渡ってもダメ、なんのこったい。はい、お次はこちらのコース、ボム兵のお城 A の16453。16455は数字のことかけてるのかな。クリア率は 8% でございます。ベストクリアタイムは見るのを忘れてしまった。まあいいか。まずここを叩くとボム兵が2つ爆発されると、うん、これはまあよくあるギミックかな。このキノコを取ってチョープが生まれてくる。へえ、その仕掛けはありそうであんまり見ないな。次、空を飛ぶ、空を飛ぶ。ファイヤークッパクラウンに乗って火を吐く。あ、壊すのか。よし、これで鍵ゲット。ここから降りるのって意外に難しいんですよね。よし、もしくは降りられたと。次のエリアに進んでいきます。これでさ、今日東京大雪でさ、久しぶりにこんだけ降ったよ。あー、どこ行くのボムヘちゃん。待って待って、これやり直しようだよね。多分リセットってサムネで書いてあるのが見えていたんで間違いないと。で、はい、こんな簡単なボム兵運びを2回も見せるなんてどうなっているんだ。 OKOKOK。 いや、こんな簡単なのになんでこんなに苦戦したんだろう。またボム兵運んでいけばいいんだろうけど。ほい、完璧ね。普通ならこのぐらいはできるはずなんだけど、右側の四角ブロックはなんだい。これでいいのか。うん、まあ、うん、なんてことなかった。次のエリアはそろそろボス戦かな。ドクドクドク。途中でっていうか、この先でやられちゃって復活するときにはあのファイヤーフラワーが取れるんだ。で、今回は取れないと。うん、いいじゃんね、最初から取らせてくれたってね。ほいほい、これで2回踏んだ。ほい、あ、危ねえけど、このまま鍵付き扉に入っていって、もうゴールだよね、多分ね。よし、勢いよく抜けてきて、ボーム。え、中間、今のボスじゃなかったんかーい。よいしょ、この先は、あー、懐かしいな、これなんだっけ、だいぶ昔の方、割とマリオメーカー初期の頃のコースにこんなのがあったような気がする。この壁キックのタイミングが意外と狭くて厳しい。よいしょ、届かないの、届かないの。ボム兵を右側に切り飛ばしてないとダメと。はい、よいしょ、ここのブラックパックがめちゃくちゃ邪魔なんだけど。よいしょ、ほい、ここで一回、よいしょ、入れた。
って、今度はボス戦ではない。逆アップ、アイチャップ、両方イチャップ？オッケー。100年マリオじゃないけどありがたくいただいてゴール。よくさ、このゴール後にヨッシーに乗っていけるようになってるのあるけどさ、もっと早く乗せさせてよ。次のコース遊んでいこう。お次はこちらのコース。マリ魅力って、マリメか？なんだろう、どっちだろう。やっぱり奥が深いゲームですよね。ヨシヒコ三世さん。ベストクリアタイム9秒985ギリギリやん。クリア率 3.26%。このギリギリを攻めていく感じのコースか。割と苦手。まずは右なしって言って扉に入ったら次はどこに出るか。近ー。もう多分今のロスでダメなんだろうな。これで扉に入ったら次はどこに出る？とりあえずまず今回はルートを覚えないとダメだから、右側に落ちる。はい、全然間に合わないですよね。え、今のはどうすれば間に合うんすか。ここ左ダッシュで落ちたら右ダッシュ。これでも間に合わない。次また左ダッシュでしょ。カブキックした後とかそういうのもできないから、どうすればタイムを縮められるか。1、中間取ってゴールはできない。で、なんだろう、真ん中辺にあるところからリセットでしょ。あれ、今どこにいる、今どこにいる。あ、ここか。どこにいるのか見えてなかった。扉に入る、扉じゃないか、土管に入ったら、土管、はい。え、また次の中間ポイントがあったけど、これ絶対間に合わないやないかーい。これ9秒でクリアしてる方いましたよね、ベストクリアタイム。なんで9秒でクリアできるんだろう。今またちょっとスタートのタイミングを見逃してしまった。これ間に合わない。あ、これさ、戻ってあの影付き扉に入ったらどうなんだろう。それでゴールだったりするんじゃないのね。え、うん、きっとそうだと思うんだけど。2、1、間に合わないか。ちょっと鍵取ったら戻ってみるか。多分タイム的にはギリギリ戻れるんじゃないかなと思うんだけど、ダメかな。ほい、6、5、4、3、2、1。ああ、間に合わないか。いや、でも、うん、いけるんじゃないの？いけないのかな？ギリギリいけないタイムになってるのかな？間に合う気がする。けえ。ここで早く戻る。よいしょ。どうだ？もう逆方向のキーを入力して。1、間に合わないね。これは絶対間に合わないね。うん、わかってた。よいしょ。今度は、うまくスタート切れてるから、さっきのちくわブロックのところも間に合うはず。いくよ。右ラッシュ、右ラッシュ、右ラッシュ。逆回転のコンビアとか大嫌いだよ。てか、このちくわでタイムを調整するのが一番苦手なんだい。そしてタイムアップ。次は、右下の扉のところからスタートかな。はい、扉に入ったら多分さ、あのところに出ると思うから、こっち来て、こっち来て、こっち来て。ピンスイッチを踏んで。また、今度は土管か。そうするとどこに繋がってるんだい。そっちかーい。4、3、2、1、間に合わないよー。え、これ間に合う？あ、死んだ。死んだ、死んだ、死んだ。まずは速攻扉に入ったら左ダッシュ。で、うまく落ちて、うまく落ちて、うまく落ちて、落ちて、あの、バネをうまく使えるかどうかも大問題だ。で、扉じゃない、土管にすぐ入ったら、今度は右ダッシュ。右ダッシュして、左ダッシュして、右ダッシュ、左ダッシュ、どっち行ってるのかわかんないよ、もう。これでゴール。オーケー。いや、これどうやったら10秒でクリアできるのか教えてほしいわ。誰かタイムアタックお願いします。今日のラストはこちらのコース。鬼畜な 1-1 でも秘密の攻略法を通って簡単にゴールしよう。ゆいと Z さん、クリア率は 10.84% ですね。ベストクリアタイムも20秒切ってます。秘密の攻略法、何のことだ。秘密の攻略法を探さないといけないと。何がある。特に何かが鬼畜ということはここまではないんだけども、敵もね、至って普通のクリーボー。あ、入れた。ここ入れるとは思わなかったけど、キープ右プラス YB、 もしかしてこれが攻略のヒントか。ここ入ってからじゃない、出てからか。キープ右 YB で、もしかして、もしかして半自動、マジっすか、マジっすか。おお、これが秘密の通路。あそこの入り口に入れるとは、逆に一の一慣れした人は思わないからね。すげえ、何を踏んでんのかよくわかんないうちに、パワーブロックで敵をなぎ倒しながらゴール。あー、面白かったわ。これさ、一回だけ、一回だけ、
右 YB 押さないでやってみようか。ねえ、うん、クリアできるかわからないけど。普通にやっていくよ。多分この普通にスタートしたところから YB じゃダメなんだろうな。土管出てから YB なんだろうな。うん、そういうことにしておこう。あ、でも今のさ、隠し土管というか、なんていうか、あそこのところにちゃんとコインが隠しだったんだ。ファイヤー、プクプクもいっぱいいらっしゃって、やっぱり怖いわ。この辺にさ、どっかスター入ってなかったっけ、本気だと。よいしょ。怖い怖い怖い。でもまあ、なんとかなることはなる。問題はこの先か。どうすんが、なんでそんなところにいらっしゃる。くぅ、ゴリ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 。あ、くすくすくす。靴は大必要。よいしょ。テレサを踏んづけての、あ、そうだ。あ、でもこれクリアできるんじゃないの？もう一回やってみよう。いや、よくはないか。ほい。落ち着いて。落ち着いて。クッパ踏んで、トゲ踏むが踏めない。で、ここ。よいしょ。ゴールできないんかーい。ガリーマリオ来た。ガリーマリオが来れば、これはもう勝ったも同然なんじゃないでしょうか。いや、でも、ファイヤーマリオとガリーマリオどっちがいいんだろうって話にもなってくる。まあ、いいか、今回は、このレアなガリーマリオの方で行ってみるか。山根さん、よいしょと、上まで行って、こうすればさ、この先のテレサも当たらないで凍られるでしょ？ね、よいしょ。避けた避けた、あ、避けた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 。あ、でも靴がどっか行っちゃった。靴がないと、もっと全然無理。あ、うそー。ここまで来て普通のマリオになるとか、なんという鬼畜な。ゲイ。結局下のパワーブロックは使わないで上のパワーブロックを叩いてゴールすることができましたが、いやー、鬼畜な1の1だったけど、どっちのルートで遊んでも面白いですね、このコースは。皆様よかったらぜひ遊んでみてください。ユイとゼットさんのコースでした。ありがとうございます。そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録まだの方、よろしければチャンネル登録していってくださいね。それでは次回はあなたのコースにくるくるくる。バイバーイ。